はい、じゃあそんな感じで、今ね割と実業の話だと思いますので、実業をねやっていくということで、次はですね、まあさらなる上のさらなる上のステップというよりはちょっとあれかな、確実に集客できる方法っていうのを最後ちょっと教えたいと思います。すぐに起業できる SNS の使い方というところで、最後ねこれマーケティングとかそのなんかセールスとかね、なんかそのテクニカルなことは一回抜きにして、もう本当に明日からもう事業化できるっていう、まあ、SNS のね、ちょっと先ほど言ったちょっと地味というかね、結構コツコツやんなきゃいけないパターンですけども、もう本当すぐにできるっていうところをちょっとお話したいなと思います。この後ですね、アメブロを上川先生にお話しいただくんですけども、まあ、僕基本的にコンサルティングでもアメブロと Facebook と Twitter 使いましょうというふうに言っていて、先ほどのオーダーブログの方も最初 Facebook ばっかりやったんですけど、そもそもターゲット違うよねっていう話で Twitter に変えただけで、問い合わせ20件に増えたというところなんで、そのね、各媒体にどんな人がいるのかっていうのも結構重要です。ここでだったらまあ経営者とかね、まあ、結構経営者とかも多いし、まあそもそも顔出しして実名登録なんで、なかなか普通の人は意外といないです。結構ちゃんとビジネスやってる人とかね、ビジネスマンと経営者とかは比較的多いです。で最初そのオーダーグローブの人も、社会人野球の人に売ろうとしたんですよ。最初は高いからね、4、5万って高校生大学生買えないじゃないですか。だから普通に社会人野球の人になってたんで Facebook やってたんですけど、いやそもそも普通に直球で高校生と大学生がいいよねっていう話になって、で調べたら確かに買えないんですけど、結局なんか お父さんお母さん親とかおじいちゃんお母さん店で買ってもらうんですよ。だから別に関係ないということで、Twitter はね、学生とか若い人が多いです。若い人が多いので、こっちにシフトしてターゲット変えてこっちにシフトしたらヒットしたという話ですね。で実際に、結構ねこう先ほど言ったけど地道なね作業としては、例えば Facebook であればご存知かわからないですけどもメッセージ申請と友達申請、これ僕ね、企業当初ね、ひたすらこうやりまくって、アポ取りまくって、セールスしまくったっていう、ね、時代があるんですけど、これが大体ね、同時に送るとね、1日40人ぐらい送ります。で、大体確率的には、返信してくれる人、がまあ大体ね、20人ぐらいですかね。20人ぐらいか。10人ぐらいです。でそのうちいろいろメッセージをしてお会いできたりする方が、まあ、1人ぐらいかなという感じですね。はい、なのでこれぐらいです。でここで自分の商品サービスをこう提案していくだけで1日1人ぐらいはもうとりあえずそのセールスの練習もできるし、自分のビジネスモデルを作ったらそれをこう1回販売してくれるっていうね、実務ができますんで、すごくこれはねいいと思います。で、反対にツイッターですね。ツイッターは1日、400フォローできます。400フォローできます。自分でするってことですか？自分でパチって。ああ、なるほど。自分がやっぱりガンガン行っていかなきゃダメなんですね。ガンガン行った方がいいです。行った方がいい、うん、で、これってプッシュ型のマーケティングって言うんですけども、プッシュのマーケティング、こっちがプル型っていうんですけどね、まあ、これ、さっき後で多分、上川さんも話を、一応プルとプッシュがあるっていうのがすごいところなんですけど、アメブロっていうのはね、プッシュっていうのは自分からガツガツ行くこと、で、プルっていうのは、ホームページとかブログとかで待ってたら勝手に問い合わせが来るとか、これを結構両方使っていくと、すぐ起業できるんですけど、はい、僕もこれ、最初、未だにやってますけどね。これ僕がなんか何回もずっとね、3年間これ一応地味にコツコツこれやってます、まだに。まあ僕がやってるわけじゃないですけどね、うちの会社のアルバイトとかにやらせてますけど、これ大体、70人ぐらいやってきます。リフォロー70人ぐらいやってきます。
で、その中に自動返信をして、自動返信、まあ、僕の会社で作ってるのね、ツール、自動ツールっていうのがあるんですけど、まあ、リフォローされたら自動で返信されるっていうね、あのシステムを作った、開発してるんですけど、まあ、それで返信をしたら、まあ、大体そうですね、これも15人ぐらいですかね。で、実際に、またこれも同じで会えるのが1人。ですね。で、これ30日やると、それぞれ30人になります。で、これ合計すると60人になりますと。で、60人、例えばね、先ほどの、竹内さんのね、ヒール、オーダーヒール、オーダーヒールをね、60人に、まあ、ある程度興味ある人ですね、これは。ある程度興味ある人。なんか適当にわーってやって、なんかとりあえず会いましょうじゃなくて、こういうあのビジネスをやってるんですけども、ちょっと一度聞いてみませんかって言って、あ、わかりましたって言った人のは60人です。で、これは例えば2人でもいいんで、買ってくれれば、とりあえず買ってもらったという実績がつきますし、一回このビジネスモデルを作ったというその自覚ができるんで、あとこれ増やしていけばいいんですけどね。うん、で60人に会って、例えば2人に。これであのコンバージョン率っていうんですけど、これ確率論なんで、じゃあこれ120人に増やしたら4人ですよね。で、2人で例えば10万円の売り上げであれば、単純にかける2なんで20万円の売り上げになると。じゃあ、これじゃあね、例えばこれを頑張ったところで、ここまでしかいかなかったと。そしたら時に、じゃあアメブロを やりましょうかとかね。じゃあアメブロでプラス20人増やしましょうかとか、インスタでね。プラス10人増やしますかとか、じゃあメルマガやりましょうかとかね、でプラス20人増やしましょうかとか、あとは広告出しましょうとかね、ホームページ作って広告出すとかね、でこれでじゃあこれが例えば当たって100人になったりとかね、でそうするとこれをね、じゃあ例えば20、20、20、60、160で160人と120人プラスして、まあ約300人になりますと。でこれ制約率がまあ、大体、30分の1ぐらいなんで100人ぐらい、100人か、100人じゃないか、10人ですね、はい、じゃあ10人買ってもらいました、10万の売上なんで100万円の売上ですみたいな、まあ、そういう感じでこっちの、 あの速攻性のあるね、こっちのプッシュ型マーケティングを最初やると、すぐに利用できます、うん、これが今ね、ヒールの話だったんで、ここから原価とかいろいろかかっちゃうかもしれませんけども、例えば、川上さんみたいな感じでね、あの教えるだけっていうビジネスであれば、もう明日からできます。これでね、契約したらもうこれ全部、例えば10万円で契約したらもう10万円入ってくるから、で、コンサルティング系なんで、ね、なんか固定費とかないじゃないですか。リスクもないからね。だからこれ決まった瞬間も全部自分の利益なんで、例えば10万円だったら、2個で20万円なんで、もう独立起業できますよねみたいな、そういう話があります。これ両方やるとすごくいいです。でこれこの前もね、僕あのホリエモンの、あるいはなんかホリエモンチャンネルっていうところがあるんですけど、なんか起業するには何から始めたらいいですかっていう、あ、そうですか、 YouTube でなんか質問でなんか Facebook とかメッセージとか送りまくればいいなみたいな回答したんですよ。あ、そうなんだ。そういうホリエモンが言ってて、あ、俺がいつも言ってることじゃん。本当そうです。ビジネス作ってなんかメッセージ送りまくればいいだけじゃんみたいな。テクニック文みたいなのを作っておいて、もうコピーペーストとかね、もう送りまくるみたいなイメージ。アメブロマと言いますが一緒です。へー。僕はもうこれやりまくって、そのこのやっぱね、いかに見込みのお客様をあのピンポイントでこう合うかっていうのを研究した結果、なんかスゴロクみたいなのが出来上がって、あのエクセルでね、なんかまず最初にこのメッセージを送って、これが帰ってきたらこれを送るみたいな。はいはい。このパターンが来たらこっちみたいな。新店になって。でここ来ちゃったら戻るみたいな。うん、そういうテンプレート僕作ってエクセルで、すごい。でそれでこうコピペしまくるみたいな。ああ、メッセージの。そう、大体その通りにやると、まあある程度濃いお客さんと会えるので、なんかわけわかんない人と会うことはない。ある程度興味ある人だけしか会わないことができるというやつを作ってますね。これ多分意外とやってる人いないと思いますけど、僕はもう地味にね、あの勢いで起業したタイプなんで、もう
もがき苦しんだ結果それだったんですけど今はこっちから集客もあるし、人脈からの、ね、紹介もあるし、こうやってねセミナーからの集客もあるし、メルマガ、LINE アットとかもいろいろやってますけども、まあ、今言ったようにここもやってるし、ここもやってるし、ここもやってるし、ね、あの昨日来ていただいた方はインスタから来ましたけどね、うん、だから今日はツイッターの方から来ていただいたんでね、すごいそうまあ実際にそのうちの何人かがどっかに来ていただけると、そういうふうにできますということですね。それがまあすぐに起業できる SNS の使い方ということで、これがねもう明日からできます。あとはもうビジネスモデルを作ってやるかやらないかだけの話ですね。でなんか最初の方を聞いてたらね、なんかハンバーガーとかパジャマとかね、結構ちょっと資本金必要系もちょっと時間かかる系かなと思ったんですけど、まあ、意外と今回こうヒアリングしてたら明日からできる、全員明日からできるあのビジネスモデルなんで、まあ、ぜひねやっていただきたいなと